吉谷さんこんばんは。マトリックスアフィリエイトですか。うん、確かにね、ガリレオとかね、いろいろありましたけども、まあ、吉谷さんがあれほどね、いつもいつも儲かるものを進めてるわけだから、吉谷さん自身もかなり儲かってるんだろうなと思ったり、いやいや待てよと、これだけたくさん紹介して売り上げを上げてるってことは儲かってないんじゃないかなとかね、そういう錯綜な思いがあって、まあでもね、当時はまだキャリアもなかったんで、まあ思う通りにやってみようかなと。確かに、自分が試したものを進めるっていうのが、まあ、一番だし、そう思いたいんだけども、そんなわけないよなと、確かにセルシオの営業マンがみんなセルシオのオーナーではないですし、ポルシェの、営業マンがみんなポルシェのオーナーではないってことはね、理解した上で、でもなぜ進めるのかなとかね、証券会社の人も自分で買ってもないような証券を進めるし、まあ、いろんなポジショントークあるんだろうなと思う中で、じゃあ情報の世界はどうかなっていうのもあってね、まあ買ってみたというところもあったりするんですけども、まあ、待てよと、これ高額商材とか儲かりそうな商品を進めてる人はいやいや案外儲かってないんじゃないかなみたいなのね、いろいろありましたけど、今はね割と振り返ってわかります。美味しい話を進めてる人で、あんまりねその人自身がその美味しい話に乗っかって儲かってるってことはあんまりないなということですね。だからセールスマンとして、フィーを得てるのか、それともね商材を使ってフィーを得てるのか、これは切り分けて考えないといけないかなっていうところがあります。ただ私自身に関しましては、自分で使って儲かってるから進めてるっていうのが楽だなと思いますよね。でも他の人は違うポジションでやってるのかもしれないなと。だからこれがね、まあ、私がねこういろいろやってみて、まあ当たり前だけど分かったことかなと思いますね。それ以来ちょっとね、情報選別のセンスはちょっと上がっていって、儲かってそうな人でも儲かってないふりをしてるってことはだいぶ分かるようになってきたっていうことと、あとそもそもね、そのセールスを受けることがもうなくなりましたね。で、自分に発信力がついてくると、いい加減なものを進めてきたら、逆にやばいんで、いい加減のものが来なくなったと。そうなるとほとんど来なくなったということなんですよ。だから情報ね、ビジネスっていうのは、なんかある意味ほとんどいい加減だったんではないかなと思いますね。まあ、だからこそ誠実に正直にやった人が長く続いてるし、あと良心の呵責もないですよね。精一杯やって、そのコンテンツが扱いきれなかった人に対しては、まあ、その人の責任もあるんでね、何とも言えないですけども、ただどう転んでも結果が出ないものとかはもうちょっと私の手元からなくなったかなと。少なくとも自分で試してみて、あ、いいなと思ったものね、自分の力量だったらプラスできるぞと思ったものはサポートもできるんで、自信を持ってお勧めできるかなっていうのが、まあ、私のアフィリエイトかなと思いますよね。しまいにはね、面白かった映画とかもね、紹介するんですけども、それは私が面白いと感じただけなんで、他の人は面白いと感じないかもしれないと、そういうような感じ方もありますからね。まあ、こと儲かるビジネスってやつは、儲かる商材っていうのは、ちゃんと使えば儲かるよってものばかりでね、最初からコンテンツそのものが変なものっていうのも数限りなくあったわけですけども、それはもう近寄んなくなってきたかなってところですね。まあ、マトリックスアフィリエイトも今考えてみたらどうしようもない商品で、セールスがすごくね上手だったかなと。まさにね、だからそういうのも差し引いて今考えられるんで、まあ、というよりもね、そんなね魔法の方法を追い求めているようではダメだなと、そんなね商品買って売り上げが上がるんだったら、そんなに、ね、楽なことはなくって、商品を買う買わないもあるんだけども、結局はどのぐらい自分が真摯に仕事に向き合えるかなのかなと思いましたね。そんなところですかね。マトリックスアフィリエイトも、まあ、からいい勉強になりました。その後ね、フォーチュンビジネスっていうのがあったんですけどね、フォーチュンビジネスはなんかね、買った人がかわいそうだなと思いながらいろいろ相談を受けてましたけどね、フォーチュンビジネスね。いやー、フォーチュンビジネスはないだろうみたいな。フォーチュンですね、フォーチュン。